皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回も楽しく日本史を勉強しましょう。えー、現在は、安土桃山時代に入っております。で、えー、前回まで、織田信長の、えー、天下統一への道についてお話ししまして、 最後に本能寺の変という家臣明智光秀の裏切りにより、えー、織田信長が亡くなったというところで終わっておりましたここからは今回は豊臣秀吉の天下統一についてお話ししたいと思います1582年本能寺の変の時 豊臣秀吉は備中現在の岡山県で毛利氏と戦っていましたが直ちに戦いをやめ軍団2万人を連れて上方つまり近畿地方に引き返し明智光秀を打ちましたこのことで秀吉は信長の後継者と認められ翌年 信長の有力な家臣であった柴田勝家を打って信長の天下統一の事業を引き継ぎました同年石山本願寺の跡地に大阪城を築かせそこを本拠地にし安土城同様またはそれ以上に城下に堺の商人も含め多くの人々を集めました その後、秀吉は以下の通り、順々に全国を統一していきます。中国地方の毛利氏とは、毛利氏がその当時持っていた中国地方中9カ国の領地をそのまま認めることで同盟を結びました。1583年には、越後の上杉景勝、上杉謙信の後継者とも同盟を結びました。1584年、秀吉の 後継に不満を持った信長の次男、織田信雄が徳川家康を味方にして戦いますが、翌年には家康は秀吉に従います。四国は長,長底部氏という一族がほぼまとめていましたが、1585年、攻め入って土佐一国のみを残し、その他を取り上げました。 1585年、秀吉は関白になり、翌年には打状大臣となるという、関白と打状大臣を兼ねるという異例の出世をし、天皇から豊臣の姓を与えられました。1587年には、その大部分を島津市が統一していた九州に入り、島津市には薩摩、大隅、 この二つを合わせて現在の鹿児島県、そして日向、現在の宮崎県の一部、これは南部ですね。宮崎県の南部のみを残し九州を平定しました。1590年、関東を支配していた北条市の小田原城、現在の神奈川県小田原市を攻め、これを滅ぼします。この時、東北を広く支配していた 伊達政宗は小田原までやってきて、秀吉に従いました。こうして、秀吉に対抗する戦国大名はいなくなり、天下は統一され、戦国時代が終わりました。戦国時代終結。本当の終結です。1591年、秀吉は関白を辞め、甥の秀次に譲りました。 これ以降、秀吉は関白をやめた人を指す、太公と呼ばれます。まあ、天皇に対する上皇みたいなものですね。はい、太公と呼ばれます。そして今では、太公といえば、普通は豊臣秀吉のことを指すようにまでなりました。また、1594年、秀吉は京都伏見に桃山城、 別名伏見城をつき作り各国の大名を集めそこで政治を行いましたそしてさらに1592年秀吉は大陸への進出を望んで全国の大名に命じて朝鮮に兵を進めました翌年明が朝鮮に援軍を入れたため一旦兵を引き上げ 民と交渉を続けましたがまとまらず1597年再び朝鮮に兵を進めましたこれを朝鮮出兵または文禄慶長の役と言います朝鮮出兵は朝鮮の強い抵抗と民の援軍に遭い侵攻が進まない中1598年秀吉が死去し その直後、朝鮮出兵は終了、撤退しました。ここまでが、秀吉の天下、統一までの道と、統一後の、えー、行動、そして死となります。今回の配信は以上にしたいと思います。次回は、秀吉の政策について読んでいきたいと思います。一緒に勉強しましょう。 それではまた次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。